はいみなさんこんにちはチームハロンズ黒川ですオーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論から4時間種ボリンジャーバンド一本金5票下落トレンド進行中ストキャスティックス売りシグナルが点灯ということで4時間種ベース軟調な推移と考えておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します 4時間市ボリンジャーバンドトレンドの方向性示す赤い点線2 0本移動平均線下落しております4時間市ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です4時間市ストキャスティックス売りシグナルが点灯4時間市一目均衡表下落トレンドの形状をしております それでは他の時間軸のチャート形状を見ていきたいと思います。まずは東のボリンジャーバンドトレンドです。ストーキャスティックスかなり強い売りシグナルが点灯。8時間誌ボリンジャーバンド下落トレンドの形状、ストーキャスティックス売りシグナルが点灯。2時間誌ボリンジャーバンド下落トレンド進行中、ストーキャスは買いシグナル点灯。60分誌ボリンジャーバンド ゲラクトエンド進行中、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。三十分足、ボリンジャーバンドゲラクトエンドの形状、ストキャスティックス、買いシグナルが点灯。十、は、五、い、分足、ボリンジャーバンドゲラクトエンド、えー、トレンドですですね、ストキャスは買いシグナルが点灯ということです。はいそれでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。サポートラインは九十六円ちょうどレベル。九十六円ちょうどレベルと考えております。はい続きまして、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは九十七円ちょうどレベル。 九十七円ちょうどレベルと考えておりますはい、チームハロンズ視聴者キャンペーンのご紹介です YouTube 概要欄から口座解説をしてキャンペーンにエントリーしていただくと 通常の口座開設特典2000円と新規取引が1万通貨10ドット以上でチームハローズ視聴者キャンペーン特典5000円と合わせて7000円プレゼント中ですさらに取引量に応じて最大100万円合わせて100万7000円のキャッシュバックとなります詳細は QR コードまた YouTube 概要欄のリンクより先のページにてご確認ください はい、そういういことで、オーストラリアドレーン、本日、ニューヨーク市場の予想レンジです、96円ちょうどレベルから97円ちょうどレベル、96円ちょうどレベルから97円ちょうどレベルということです。はい、ポイント、何兆5ドル、えー、5ドル売り継続ということで、本日、アジア時間 RBA、えー、理事会ですね、で政策機には、えー、現状維持の据え置き決定ということで、サプライズなしということで、はい、5ドル売りで反応。さらに、 ムーディーズが中国の格付け見通しを安定的なネガティブへ引き下げたということで、こういう関係の深いオーストラリアドル。 ポジ、えな、ネガティブに反応ということです。はい、そんな開業時間心ボリンジャーバンド一注目均衡表、下落トレンド進行中、ストキャスティックス、売りシグナルが点灯ということで、オーストラリアドル円本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には、難聴な展開も買い戻し警戒と考えております。オーストラリアドル円本日、ニューヨーク市場におきまして、チャート形状的には、難聴な展開も買い戻し警戒と考えております。はい続きまして、いた情報ということで、外貨ネクストネオのお客様のいた情報です。まずは売り注文 から96円の7080。 あとは8号、9号ですね、売り注文たまってきております。ストップ注文につきましては97円ちょうどにたまりつつあるようです。続きまして、買い注文です。96円の40、96円20、96円の丸5ですね、買い注文たまってきております。ストップにつきましては96円の3 5 96円の2 5にたまりつつあるようです。お取引をされる際には十分ご注意ください。最後にグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日は以上となります。